したんですかご主人。私を見た途端青ざめて。いや、俺はメリアをちょっと舐めてたよ。まさかここまでなんてな。何を見たか大体予想はできるが、メリアが信頼できるのは分かっただろう。ああ、だが俺のことになるとバカになりそうで怖い。ご主人、私に隠さずに教えてくださいよ。ああ、このサングラスは相手の好感度が見えるらしいからそれを見て回っていたんだ。数値では100超えたら一生を捧げるレベル、らしいよ。なら私は1000は楽勝ですね。1000どころじゃなかったわ。でもその数字、私も気になりますね。専属神や従属が本当にご主人に忠誠、好意を向けているか、それを見定めるにはちょうどいいですね。従属はまだしも、専属品たちは100超えてなければ3日2晩ご主人の良さを教える講習会をしなければいけません。これ逆に嫌われそうだからやめて。いきますよ、これは専属品の長として知っておかないと。さっきまでの仕事は、ご主人が第一優先です。いきますよ。待てって、メリア。さて、戻りそびれたし、帝国で少し遊ぼうかね。さすがことかちゃんね、もうこの仕事は配下神に任せても大丈夫だと思うわ。ありがとうございます。そういえばアリシア様は直属部隊の件どうなっていますか？正直厳しいわね。ソピラノス愛、なんてかなり貴重だから。ですよね、私も正直人脈がないので、当分は保留ですね。今直属部隊のノルマをクリアしてるのはソルテと月下ちゃんだけだからまだ大丈夫よ。ソルテ様は凄すぎますよ。世界に12体しかいないと呼ばれる正気人を数日で集め切ってしまうのですから。そうね、でも正気人は全世界の鬼や悪魔の理性の象徴、それを全部持つということはかなり大変なことなんだけどね。いました、ご主人。さあ、そのサングラスで好感度を丸裸にしちゃってください。どうですか、ご主人。二人とも100超えてるよ。当然ですね。何かありました。気にしないで、仕事中にごめんね。パト様、そのサングラスすっごく似合ってますよ。そうかな、本当アリシアに言われると嬉しいな。そう言ってもらえて私も嬉しいですよ。パト君はこの後どこかに行くんですか？技術開発部隊に行きますよ。あ、なら月下ちゃんに仕事を数件お願いしたいのだけど、いいです。いいですよ、それでは私が伝えておきますね。それではパトさん、休日を楽しんでくださいね。ホティア、配達ありがとう。あとはゆっくりしてて。了解、月下は休憩しないの。ああ、配合式ができたらね、休憩後はその配合式に合わせて薬品を作っていきたいから。頑張るねー、それじゃあ飲み物取ってくるよ。と見せかけて休憩、真の休憩は一人で静かに仮眠なのよ。教育、勉強、仕事、開発、研究、仕事量多すぎて過労死のカウントダウンが始まりそうよ。もう仕事なんてやめて遊べばいいじゃない。ダメよ、帝国での私の役割が。でも本来私はパトのために一緒になったのに、全然パトと一緒にいられない。どうせなら専用主婦になりたい、もしくは秘書。なればいいじゃない。そうだ、グアムに行こう。なんでいきなりグアム。やっほー。ハロー。だって、メリア、せっかを秘書にしてみては。確かです、ソルテが泣きます。いつからいたの？月下ちゃんが机に伏せた時です。月下ちゃん、経済は安定期入ってますし、今の技術でも十分回っています。自身のペースでいいんですよ。自分の仕事はそうしてるんだけどね。それ以外はそうも言ってられなくて。月下ちゃん、新しい物質を30個ほど出してみたから、これ研究しておいて。出たわね。ちなみにいつまで？なるはやのちょっとやがいいから。1週間で。はい、無理ー。睡眠が消えたー。パト、休み消えたー。休憩時間も消えたー。今のはさすがの俺も同情するよ。ソフィア、自分の物質は自分で研究しなさい。何のために役割分担を作ったと思っているんですか？だって月下ちゃんにお願いしたらすごく早く新しい物質完成するんだよ。それでもです、私たちの本職はご主人に仕えることです。帝国の仕事をすることじゃないんですよ。帝国の仕事半分、本職半分くらいの仕事量にしてくれないと私が困るんです。自分でやってください。じゃあ今回の物質あさってくらいから研究始めようかな。自分のことになると一気にマイペースですね。あなたは？そもそも自分の仕事の負担を減らしたり、分担するために各自の直属の配下を作るように言ったんだから、ソフィアも早く決めなよ。応募してきてる人はいっぱいいるんだけど、決めるのがめんどくさくて。じゃあ俺も一緒に手伝うからさ。
約束だよ。あとパト、明日私休みだから遊びに行きたい。俺今日休みだから明日から仕事なんだけど。なら私が側近で陰性だよ。物は言いようだからね。よくもまあ、私の前で堂々とサボる計画ができますね。なら私たちも、現地調査、という名目でピクニック、じゃない？遠征したらいいんじゃないかしら。そうですね、あさって暇ならどうですか、月花ちゃん。いいわね、お弁当持っていくわ、楽しみね。それでパト、そのサングラス何？結構特殊な素材だよね。ああ、シンに作ってもらったんだ。シンもテール同様なかなかの代物を作ってくれるからね。便利だよな、アミガドルエデン。私もそんな能力が欲しいよ。なら楽できるのに。まあまあ、それじゃあ他のところにも用事があるから行くね。明日予定通りおなしゃす。トリスが許可くれたらね。帝国の一番の問題はソフィアですよ。間違いないです。本当技術開発部隊はどうにかしないと。帝国や専属神のくらいもメリアの次だからね。セーブできるのは俺とメリアくらいだから大変だろうね。はぁ、あ、次の課題がはっきりしましたね。帝国という国の中心となる専属神たちの教育、各自に任せていたら絶対に誰か倒れますよ。特に各部隊の最高責任者だね。決定権がそこにあるから。首相は副総長の人たちにもそれなりに発言力を与えたいのですが。それはきついんじゃない？石化と白、ラルトかな？ソフィアと月化、アリシアとことか。ああ、上下関係がはっきりしてますね。全員。でもまずは副総長の人たちに話を聞いてみたいですね。むむ、あれは。これが現状報告書だね。うん、次の惑星は少数精鋭なんだけどどうしても攻撃力に偏りすぎるから。護衛部隊で守備に特化した高数名派遣してほしいってわけね。うん、数日は多分その惑星の中にいないとだから1、2週間は貸してほしいんだけど。わかった、護衛部隊は余裕あるから欲しい人数だけ派遣するよ。任せておいて。ありがとう、かなちゃん。感謝いたします。かな護衛副総長様。今度も長い任務だね、ハク。うん、でも多分これが最後かな。次からは役割の方の仕事がメインになるから。私は帝国や各惑星の自然保護や復興がメインだから。多分、私ももうそろそろ仕事を変えていかないとなんだよね。そうか、お互い大変だと思うけど無理しないようにね。特にハク、その惑星、結構長いけどちゃんと無事帰ってくるんだぞ。うん、パト君を悲しませることだけは絶対にしないよ。フリムも頼むね。まだ俺たちは未熟だからフォローを確実に。かしこまりました。私の命に変えてでも。かな、ちょっと聞きたいのですけど。どうしたの？ラルに意見を言うことはできる。どの時のラル様？もちろん、仕事中です。無理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 。怖いよ、そんなことしたら、睨みつけられるならまだしも撮影まで向けられたらもう怖くて怖くて。はぁ、これはダメね。再教育だわ。だって無理だよ。ただでさえ厳しいんだよ。そこに私の考えなんて言ったら怒鳴られるか、低いトーンで淡々と追い詰められそうで。かな、こんなところにいたの。あらあ。いきなり大声を出さないの。部下がいる前でみっともない。ごめんなさい、怒らないで。怒らないわよ。何でもかんでも私が怒ると思わないで。ラル、もしカナがあなたに意見を言ってきたらどうします？いいかなっているなら聞くわ。疑問があるなら納得するまで問いただす。仕事は遊びではないからね。浅はかな判断では決めないわ。そうですね。ですがその意見に対して怒ったりは。的外れならカナちゃんでも怒るわね。私の可愛いカナちゃんですもの。何度でも怒ってあげるわ。うん、教育なら何も文句はないですね。ですがちょっとは的外れだと思っても耳を貸してあげてくださいね。努力はするわ。まあそもそもすでにやっているのだけどね。ラル、嘘でしょ。ラルって実はそこまで俺のことどうでもよかったの？パト様、遊ぶのは結構ですが、仕事の邪魔をしないように、主でも邪魔をするなら怒りますからね。これは俺がもっとラルに寄り添わないと。聞いてるの、適当な生き方をしてると私も愛想が尽きるわよ。ラル、ごめん、ラル、俺頑張るから見捨てないでくれ。言葉のあやよ、私もきつい言い方をしたわ。だから離れて、お願い。離れるものか、そもそも俺は確かにラルとは今までお出かけとかできなかった。これからはラルと一緒にいるから。あ、ダメ、そんな嬉しいこと言われたら。もう、私が離れたくないのに、離れるわけないじゃない。でもそうね、この1ヶ月は私の部屋で同居しましょうか。私もその方がいいわ。さすがご主人、冷徹を壊しましたね。悪縁ばかりのダメおっぷりがラル様の母性をくすぐったのかな。ラル様、天使の最高位神だから、目はすっごく優しいんだと。思うよ。わ、私のダメっぷりを出したらどうにかなるかな。それはさすがにフォローできませんよ、私。冗談だよ。あのようなラル様初めて見ました。さすが主様、すごいお方です。ご視聴ありがとうございました。
動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。